カナギオティスギオルギオスコネは、アルバニアティラナ出身の元ギリシャ代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。2歳の時にギリシャに移住しており、同国のオリンピアコス FC の下部組織で育つ。17歳を前に、フランスの RC ランスへ移籍し、ユースチームでプレーした。しかし1年でギリシャに戻り、2005年にエックアテネ FC とプロ契約。 2007年に加入したリバウドに譲るまで、背番号10を与えられるなど期待されたが、3シーズンで24試合の出場に終わり、2008年夏に、イラクリス、テッサロニキ FC へ移籍した。2010年夏、イタリアのブレシアカルチョへ移籍。クラブが、セリエ B に降格した翌年は、レンタル先のボローニア FC でプレーすると、翌2012から13シーズンも共同保有で、 ボローニャに残留し2013年6月に完全移籍を果たした。2014年8月13日、ボローニャの二部降格に伴い、ウディネーゼ・カルチョへ移籍2015から16シーズンは負傷の影響により、出場機会に恵まれず、2016年2月1日にアッコフ・フィオレンティーナへ買取オプション付きで、期限付き移籍することが発表された。 4月10日のエンポリー FC 戦で82分にヨシップエリチッチに代わってピッチに立ち同クラブ初出場となった。翌シーズン後半はグラナダ CF へのローンでプレーした。2017年8月31日シーズンローンの形で9年ぶりにエッグ・アテネへ復帰した。シーズン終了後にウディネーゼへレンタルバックするが 契約満了に伴い対談することを表明した。年代別のギリシャ代表を経て、2010年11月にオーストリアとのフレンドリーマッチで A 代表デビュー。ユーロ2012の代表候補にも選出されたが、最終登録メンバーには選ばれなかった。2014FIFA ワールドカップでは代表メンバーに選出され、大会前となる6月7日に行われたボリビアとの 親善試合で代表初得点を挙げ2から1の勝利を収めた。11月20日の親善試合、セルビア戦では、ネマニャマティッチからタックルを受け結行するが、思いとどまり涙を流した。フェロー諸島に敗れた2015年6月15日、自身のルーツであるアルバニアを象徴する、わしのジェスチャーをした写真を公開し物議を醸した。10月11日に行われた。 ユーロ2016予選、ハンガリー戦では、ホセホレバスのクロスにヘディングで合わせ決勝点を挙げ、4から3での逆転勝利に貢献した。チームとしては、この勝利が予選唯一のものとなりグループ再開で敗退となった。ボローニャ、ギリシャ代表 m f をブレッシャから完全移籍で獲得 SOCCER-KING.JP2013 年6月14日。 ウディネーゼが、コネ獲得。ストラマッチョウにも満足ゴール2014年8月14日。オフィシャル、フィオレンティーナサインコネ。フットボールイタリア、2016年10月10日閲覧。エンポリーにーカラレイフィオレンティーナ。レイガセリエ A2016 年10月10日閲覧。パナヨキスコネイエーガシディドアルグラナダ。MARCA.com。2018年1月9日閲覧。 XFC サインドパナヨティスコネ。XFC オフィシャルウェブサイト。2018年1月9日。閲覧。コネディ・チェア・ティオ・オール・ウディネーゼ。2018年12月16日。閲覧。 s-a-n-t-o-s-g-o-e-s-f-o-r-e-x-p-e-r-i-e-n-c-e-w-i-t-h-g-r-e-e-c-e-s-e-l-e-c-t-i-o-n-u-e-f-a.com2012 年5月17日パナヨティスコネブレイクスダウンインティアーズアフターセレットニングツーパンチネマーニアマティックデューリンググリースエスフレンドリーディフィートアゲンストセルビアデイリー メールオンライン2018年12月16日閲覧コネスパークスコントロバーシーフォーメイキングアルバイニエンジェスチャースタナ2018年12月16日閲覧 UEFA ユーロ2016ヒストリーグリースハンガリー UEFA.com2018 年12月16日閲覧ありがとうございます